ココワングランプリ2014、1回戦第1試合は、ミスター下対安尾の一戦です。はい、来ましたね。はい、序盤から張り手の応酬ですね。前回ね、ファイナリストですからね。そうです、ミスター下も準優勝ですから。あー、でもいきなりもう張り手の応酬から、顔面引っ掛け、そしてフェイスクラッシュ。はい。まあ、そうですね。身に構ってんでしょうか。うん。はい。安尾を場外へ落とした。あー。何か狙ってます。そうですね。何か狙ってます。企んでます。何を企んでるんだ。お、タンバクル外している。ああ、矢の張りの。出ましたね。早い。はい。矢の張りの速さで。そして、反対側のコーナーに、安尾を追い詰めました。さあ、来ますよ、これね。投げますね。お、ガッツポーズ出た。安尾気づいてないんじゃないですかね、まだ。ですね。お、安尾が投げ返した。ああ、お約束です。そうですね。お約束です。そして、安尾の得意技、神風。あ、神風出た。あ、これ大概決まっちゃいますよ。危ないぞ。返した、ミスター足も。やはりね。成長してますね。はい。そしてまだ安尾、バックで何か狙っている。ね、やってるんだ。ミスター足も離れ際でゼロ戦キック。ああ、これもね。素晴らしいですね。いいタイミングで入りましたよ。はい。まだ手を緩めない。ここで出ます。はい。出ました。出ますよ。得意技の下取りだ。ああ、完璧だ。勝ちパターン入った。来ましたね。はい。これはカウントは、ワン。やっぱり。あれヘッドバット避けられて、逆にヘッドバット。これはね。安尾ただ首に爆弾抱えてますからね。そうですね。ちょっと痛そうですよ。はい、もうあれですね。諸刃の剣です、これは。はい。これは、助走を取って、ヘッドバット。決まった。突っ込んでいたの、体ごと突っ込んだ。すごい。カウントは、スリー。ミスター足もまさかの初戦敗退。いいんですかこれ。どうなんでしょう。1回戦第2試合は、進藤歩夢対ダレル・ラルストンの一戦です。来ましたね。はい。まあ、2人ともイケメンですね。そうですね。はい。どっちが好きですか。そうですね。まあ、ダレルの方がね、やっぱね。男前ですか。外人だけに。そうですね。なんか、金髪ってやっぱかっこよく見えちゃうんですね。そうですね。はい。試合の方ですが、進藤がラッシュかけてますね。しますね。しかしダレルが手を取ってカウンターの DDT。 あー、うまい。うまいですね。そうですね。歴戦の猛者ですね。はい、さすがです。いいですね、この辺もアメリカンプロレスの感じで。進藤のフライングフォワードが審判に誤爆。これは。そしてダレルにもヒット。今ね、これは何でもできますよ、今なら。そうです、審判寝てます。どうする進藤。前回大会がね。どうする進藤。頭をよぎってますが、お、審判を起こして、おっと、これはダレルをカバーした。あー、クリーンに来ましたね。来ましたね。成長しました、精神的に。はい。そして振動がバックドロップ。うん、いいよ。これは来ますよ、決めに行くんじゃないですか。何かを狙っている。得意技のフィッシャーマンズスープレックス。あー、綺麗だ。綺麗なブリッジです。はい、どうだ。あと2。まだフィッシャーマンバスターもありますからね。そうですね。この手もありますよ。狙っている。いや、ダレルが着地した。そしてね、くぐりか。うまいですね。うまい。そして我々はクローズラインでラッシュを飛ぶ。おっと。テンポいいですね。いいですね。ちょっと審判引っかかっちゃいますね。そして、なんでしょう、スピアみたいな。右みたいな、はい。そこからさらに、なんかちょっとジタバタしてのネックドロップ。アメリカンっぽい。いいですよ、いいですよ。観客のボルテージもヒートアップしてます。そうですね。アメリカの風がね、吹いてますよ。はい、何かを狙っている。これは、ヒロ技の何か。まあ、技見忘れちゃった。後で調べていただきます。はい。はい。終わりましたね。はい。まだな。第3試合は、スモーキースミス対エルペイグロの一戦です。そうですね。この試合はね、ちょっとね、どっちがね。そうですね。まあ、全くファイトスタイルの違う二人ですからね。読めないですよ。うん。序盤は、スモーキースミスが、アメリカンスタイルで押しまくってますね。そうですね、パンチパンチ。そうですね、これぞアメリカンプロレス。そしてスパインバスター。あー、これもね、パワーを誇示してますね。アメリカンプロレスの代名詞みたいな技ですからね。はい、クローズライン。うん、まだ行くぞ。もう一発クローズラインだ。おお、まだ行くんじゃないですか。これね、今止まんないっすよ、もうこの後。あ、止まった。うん、どうしたどうしたなんか思い悩んじゃいましたね。そうですね、どうしたんでしょうか。どうしちゃったんでしょうかね。まあ、彼ね、うん、ちょっと自分のスタイル悩んでるみたい。ああ、まさかのチンロック。ここに来てね、ジャパニーズスタイルね。この思考に出ましたね。ゆっくりする。お、エルペリグラブは、あ、噛んじゃった。スモーキースミスは場外を落とした。トペを狙っているか。そうですね。
ここ一番の時にね、飛ぶって、ね、言われてますからね。飛ばないですね。こっちもね、どうしたんでしょう。飛べないマスクマン。あエル・ペリグラがマスクマンのくせにチョップで攻めてます。そうですね。そしてスモーキースミスもジャパニーズスタイルで受けに徹してます。そうですね、なんですか話し合い。もっとね、自分のキャラクターをね、もう発信させてから出てくると思いますけど、はい、あ、これはやばい。徳代田のコブラクラッチ出ましたよ。なるほど、これだ。危ない危ない。いいタイミングですよ。エル・ペリグラなんとか耐えた。そうですね。スモーキースミス何かを狙っている。おっと、あ、これはなんか見たことありますけど、なんだ、なんかどっかで見たことあるから。そうですね、ビルゴールドバーグもびっくりな、うん、なんか気のせいでしょうかね。そうですね、あの技で意外なね、技で決めましたよ。はい、はい、1回戦第4試合はジョージ・ムライド対ニック・バーチューの一戦。あー、来ましたね、スーパースター。そうです、ニック・バーチュー出ました。はい、序盤もこうお互い打撃技得意なだけあって、こう間合いの取り合いからちょっと総合じゃないですけど、そうですね、緊張感のある、うん、はい、攻防が続きました。ああ、徐々にね、ヒートアップしてきましたよ。そうですね。もうプロレスっぽい流れになってきましたね。はい、このムライドっていう選手、意外とですね、その、プロレスした動きするんですよ。総合のから来た選手なんですけど、ちゃんと受けたんですよ。で、ここで今、ニック・バーチョンの得意ムーブの、対角線に振ってのチョップ。はい。裏の、はい。僕何回も動画見て、研究しました。なるほど。なかなかね、無駄の多いね。いやいや、アメリカンプロレスでこんだけチョップ使いと、そうですね、ないですからね。そこら辺はね。あ、すごいんです。これは、ジョージ・ムライドがまさかのフィストドロップ。あ、まあ、プロレスっぽいですね。プロレス。そうですね。総合の色あんまりね、出さないんですよね。そうですね。結構ね、順応してるんじゃ。お、これは肉バチ得意のスーパーキック。おっと、裏剣で返したムライド。あ、これはね、来ましたよ。今もう無断してたんじゃないですかね。はい。ね、決まっちゃうかもね。決まっちゃうかもしれません。うん。耐えた。そして、フィニッシュ出ますよ。来ますか。必殺の左ストレート。すごいためです。すごいためます。すごいためて走ってから打ちます。おっと、ニックバチがスクリューハイキックで返した。まあね、ちょっとね、溜めすぎちゃいました、ね。溜めすぎですね。そして、自動プロに出て出ますよ、これ。ニックバチ必殺のスーパーキック出ますよ。なるほど。こっからどう打つんですか。こっから前転してからのスーパーキックです。ああ、意外とかっこいい。はい。これもスーパースターのスーパーキック。そうですね。はい。まさにスーパーキックだ。いいです。はい。ニックが2回戦にプラスしました。はい。1回戦はご覧のような結果になっています。そうですね。